はい、どうぞ。こんにちは。こんにちは。チャーリーです。ミキティです。はい。はい。明日、7月4日、おかっぱり大会。はい。はい、ね。6月のおかっぱり大会中止になったんで、明日は一応、チャーリーバースデー杯ということで、やりたいと思います。ね、はい。振り返りですね。はい。はい、で、協賛品がですね、結構入ってきてますんで、ちょっと見てもらいましょうかね。めっちゃ来てる。はい。はい、でも僕はあのメーカーさんにお願いしたのが遅かったからまだ全部多分揃ってないんですよ。いいよ、いいよ、はい、まずはメジャークラフトさんから、はい、竿が入ってます。お、竿っすよ、竿。おっとおすごくないですか。すげえな。まあ開けてる間にお、また物干し竿をレンタルしてもらって、ティンネージャー何やったっけ、ミキティガイド。そうね、そう。まだ いないよね、該当者。まだ該当者が出てないよね。いや、あれからおかっぱり大会してないの。すげえ。はい、弁慶と、はい、デイズ。はい、すごい。明日はデイズ出しちゃおうかな。デイズ出します。はい、抽選で。そして抽選ですね。抽選ですね。はい、ゲインコーポレーションさん、ザップですね。おお、何が入ってるかな。よいしょ。チラ見せ。お、ちょっと出てますね。あの例のボックスですね。とアパレルも入ってますね。いいね。あ、いいですね。はい。はい、次ははい。あ、今日さん。あ。カイトさん、カイト、これは何でしょう。たまたまお買い物に来てるエバーグリーンスタッフ、プラスタッフの、はい、プロじゃないです。はい、はい、これは何ですか。ちょっと開けてみてください。協賛みたいですね。はい、これ、はい、これ、はい、あ、はいはい、はい、ビートルーのアパレルのモデルにもなってる。そう、エバーグリーンのサイト、はい、いいんですか。あ、いつ、エバーグリーンのね、サイト見てたらね、おっと思って。カイトさんから、うん、ありがとうございます。ワーム、ワーム、ワーム、何ワームですか、それ。これは、シーフォーシュリンプですね。釣れるやつですか。あ、これ、僕普通に使います。おー、はい、そうか、出てるね。じゃあ、ちょっとで使います。お、おタオルも入ってますね。はい、夏はいるね。いる、はい。以上です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとありがとうございます。ありがとうございます。無茶振りしようかなと思ったけど。あ、そして、これ。大和さんから。はい、ありがとうございます。大和さんから、お、なんか、いっぱい。スティーズフロック。すごい。スティーズスクエア、ちぎる、ちぎる、あとワーム、ナトリンなんとか、ワーム、はい、ワーム、おお、な、これほら、なんかサイトでよく使ってる人いるんですね。おお、ワーム、おお、またワーム、おお、これいいね、いい、スティーズ猫ストレート、おお、はい。すごい、たくさん出てくる。おー、モテないよ、いや、おー、スティーズスナッピー、めっちゃ老害、すごくないこれ、やっぱどんだけ目から走って、これ釣れそう、これ釣れそう、おー、夏いいね、はい、おー、おー、モテないじゃないか、はい、はい、またスクエア、これは商品じゃねえの、これほら、すげえぞ、なんかね、すごい、はい、大和本気だな、ありがとうございます、ありがとうございます。続きまして、おぞ、サンラインさん、めっちゃ持ってる、サンラインさん、あの、あ、いいね、かわいい、うん、いいですね、お、はい、そして、あとステッカーいっぱいありますんで、これ全員にプレゼントできます。はい、明日ですね。はい、はい、
そういうことで、去年もらってる分とかまだ少しあるんで、それも明日出したいと思います。はい、あとちょっとね、依頼するのがコロナの関係で遅くなったので、はい、でね、今からまた、はい、いろんなメーカーさん多分来ると思います。来ると思いますんで、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、それでですね、まあ、今週というか先週、今週に続いての、モノホシザオフィッシュ。フィッシュ。はい。まずは、あなたの息子2人。タツキチここですね。はい、タツキチくんこっち。はい、タツキチくんありがとうございます。ありがとうございます。そしてこっち、はい、いぶきくん。いぶきくんは、ミキティの孫じゃありません。くれぐれです。くれぐれも。ガイドのお客さんとかいいですね、ミキティお孫さんと釣りして、あれ息子なんですよってね。失礼だよね。はい、それであと関東からのお客様で証言側フィッシュ、こちら、はい、やっと入魂してくれました。まあ、関東でもモノフィッシュはなかなかこう流行ってきてますんで、昨日も電話で問い合わせあったんですよね。そうね、はい、うん、で、あの関東でも、まあ、全部うちのオリジナルなんで送料無料なんで7000、8000かかるところ無料にしてますんで、ワンピースロットでも、ワンピースロットでもなんで、ぜひ購入の方よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、そして、はい、あなたなんか最近なんかまた、そうね、この前の日曜日の RB2 でもあのモノオフィシャルのプロトタイプ MH のソリッドタイプ、そうそうそう、あれがまた ね使いやすくてこう感度が良くなって、うん、でちゃんと合わせやすくなっているで、うん、音楽ではこうリップラップがいっぱいあるからね、それをプッチかわしたとこが、うん、かわすね、分かるようになってるんだって、うん、はい、明日のカッパリ大会でも貸してしますんで、興味のある方は借りてみてください。はい、明日のカッパリ大会で、まあ、若者たちにまたティーンネイジャーにロットマンのあの物質を貸し出します。はい、それでリミットメイク2匹釣ったらミキティのガイド、はい、チャンピオンボードでガイド6時間しますんで、いい、ね、はい、そうだね、明日でも昼からはちょっと無理そうなんで、うん、ちょっと見てあげてね、うん、またあの保護者の同意を得て、はい、そうですね、はい、なんか誘拐みたいになるからこれやけね、怖あれここニキビができとる痛い痛いイボイボ悪いの、はい、はい、そういうことで、はい、まあどしどし参加してもらえれば、うん、まだみんなにこうてかカモン言えてねえけ、はい、それとあとは最後ね、昨日ガイアとそうねポインタ君と、ポインタ君、ポインタ君と、ポインタ君、はい、一緒に釣り行ってきて、それでもガイアが見事にモノホシザオで釣ってます、はい、S の 70ML、はい、RV ラッシュアワーで釣ってます、 P セッティングでですね、おその様子は今から動画流しますんで、ぜひ見てください。誰ポインタ君、ポインタ君誰誰気になるね。気になるけど、あんまり活躍してないと思う。まあ、謎の男ということでね。はい、ね、うん、ポインタ君、うん、見てください。ポインタ君も見てね。ということで、はい、来週もロットマン TV 見てね。よろしく。バイバーイ。おはようございます。今日は7月2日。はい、チャーリーです。ガイアです。久しぶりやね。久しぶりですね。あとね、もう一人ゲストが来る予定だったんですけど、なんか寝坊してるっぽいですね。はい、始めましょうか。始めましょう。はい。今日はトップ縛りで、はい、出勤前フィッシングということで、はい、頑張りましょう。ミキティのあれできます。はい、せーの、頑張るぞー。海王がでやりたい。釣ってみたい。僕は定番のラッシュアワーでやります。うわ、出た思いっきり出ましたよ。あ、このクッキー、うわー、でも出方的にはそんなでかくない。やっぱラッシャーは出るな。
してきた。よっしゃ釣られた。よっしゃラッシャワーあるもんね。オッケー。うえー、それで出らんとって言ったら出たね。ラッシャワーはい、ワームじゃないや、ルアーは何でしょう。ラッシャワーです。ラッシャワー、これ定番です。はい、ロットはロットは物干し竿の、70の ML スピニングですね。それで P 仕様で P が1号、うん、P1 号で直結。 OK、 丸のみ。よし、すいません。おはようございます。おはようございます。一匹釣れました。お、もう、はい、早っラッシャワーやば飛び乗れますか。あ、乗ります。はい、6時集合で6時45分にすいませんそれもノリーズ製のフロックですか。これそうです、フッキングいいやつ。うん、フッキングすぐ、ワイヤーがこの間行ったら大量に送ってきたんで、他の店舗から作ってもう 1,2 倍ぐらい釣っとこうかな。ダイバーのフロックでは優秀ですけど、ね、うん、出たよ今おー、また出た。おやるやん2本目すげーナイスや。ポインタ君が前が、ポインタ君とチャーリーが前で釣るようのに、めっちゃ大食いしてきたね。オッケー。動画視聴ありがとうございました。最新動画関連動画はこちらから、視聴者登録はこちらから、グッドボタンもよろしくね。せーの、バイなら。